いや怖いです。いやこれ、あ、そうか、誰のって言わない方がいい。あ、じゃあ俺これビッグサマーで話したんですけど。あ、それ聞いて。ビッグサマーで話したんですけど、あの俺の後輩に D 君っていうのいるじゃないですか、はい、クズ男の D 君っているじゃないですか。 D さん、 D さん、 D さん、 D 君、 D 君が、 D 君はもう本当にあのあれをやるんですよ、あの出会い系をやるんですよ、はい、D から始まる。これが俺前から汚いよ、お兄さん汚いなと思って無視しようとしたら、おさすって言われて、なんだろう、どうだ、 D さんで、で、あ、女の人と一緒にいるんですねって、あの、Tinder で、あ、あ、そうなんすかって、新宿で言ってましたけど、伝説の D 君がいて、はい、で、D 君が、まあ、その、あの、出会ったんですって。で、出会って、向こうが、あの、家出してきたって言うんです。で家 で、 で、 家で、いや、もう泊まるとこがない、うん、泊まるとこがないんだけど、あの D 君の家はもうゴミ屋敷だから、うん、自分家には連れていけないって。でもラブホテル行くってなったらしいです。でラブホテル行って、で D 君はあのする前にとにかくバイアグラを飲むんですって。おお、バイアグラっていわゆる、まあちょっとこう、いや、いや、精力剤、もう精力剤みたいなの飲む。でも精力剤って言うんだけど、なんか向こうのアメリカのなんか薬かなんかで、実際はなんかちょっと心臓になんかちょっと負担があるみたいな薬らしくて、でなんか何錠かもう一気に飲んじゃったらちょっと心臓バクバクするみたいな。でその子がいるから、その子の目の前であんま飲みたくなかったらしいの。でもずっとその子がそのベッドのところにいるから、ちょっとなんかもう、ちょっとシャワーかな、トイレかなんか行かないかなと、 D 君が思ってたんだけど、どこも行かないから、もうとにかくもう、じゃあもうその子の前でもいいやって飲んだ。そしたらその女の子が、え、何それ何って言って、そしたら、いや、バイアグラって言うんだけど、え、知らない、え、何それって言ったら、いや、ちょっとまあそういう精力剤で、でもちょっと心臓とかにね、あのちょっと弱い人とか結構バカバカになっちゃうから、これあんまりそんなたくさん飲んじゃいけないんだよみたいなこと言って、まあ、その子家でしてたって言って、でその子はなんかおばあちゃんと2人ぐらいらしい。でおばあちゃんのことがもうとにかくおばあちゃんと大喧嘩をしてもう出てきちゃった。でそれでおばあちゃんのことをすごい憎いみたいな話をそれまでしてたらしいんですよ。であのそのバイアグラの話したら、その子が、あ、じゃあちょっと自分の、ね、カバンをねバーって出して、その中からすごい大量の睡眠薬があったんですって、その女の子。でその睡眠薬に、ね、この睡眠薬とそのバイアグラ交換してって言ったんですって。でそしたら、いいけどなんでって言ったら、これおばあちゃんに飲ませたら死にますかねって言った。怖っ。で交換して帰ってったらしい。バカ。怖っ。え、それはさすがにクズすぎません？え？ D さん。D さん。D さん。てか睡眠薬いらなくないですか、 D さん。なんかわかんないですよ。交換してあげたらしいです。っていう話を D さんから最近聞きました。怖っ。D さんその後なんかやったんですか？いや、わかんない。いや、そこまでは聞いてないです。そこが重要です。どういうこと？そのこと？そのことしたんじゃないですか？はい、まあそれや。これ俺の相方の龍太郎が人生で一番怖かったらしいんです、話らしいんですけど、はい、昔なんかバーのカラオケバーみたいなところでバイトしてた時に、うん、あの銀座のすごい綺麗なお姉さんみたいな人が、はいはいはい、あいつ年上好きなんですよ。はい、でお客さんで来て、で、あの、あ、綺麗だなと思ったら、うん、なんか可愛いねみたいに言われて、わーっていろいろ喋ってたら、うん、あんたあれね、なんかもうエッチとかあんましたことなさそうだよみたいな、うん、って言ったら、あいつ見えっぱりだから、うん、いや、ありますよ、はい、俺いっぱいやってますよみたいな、うん、本当みたいな、なんかそんなしたことないでしょどうせって、はい、いや、めっちゃしてますよ、はい、って言って、満足させられるのって、絶対満足させれます、はい、もう俺よりその上手い人いませんみたいなことを言い切ったらしいんですよ、はい、でバーっていろいろ喋ってたら、その銀座のお姉さんが、あんた面白いねって、はい、ちょっと連絡先交換しようかっていうふうに言われて、で、ありがとうございますって言ってバーって交換して、はい、で今度ご飯行こうよって言われて、本当に後日ご飯行ったらしいんですよ、はい、でついていろいろご飯して、じゃあホテル行こうかっていうふうになって、はい、よいしょみたいになって、でもなんかそんなに別に楽しみじゃねえしみたいな顔してたらしいんですけど、はいはいはい、で実際すごい楽しみ でバーって入って、じゃあしましょうかってなった瞬間に、その人がお風呂場でブリ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 ってうんこしたらしいんですよ。おおその女性がブリブリブリってうんこして、そのうんこ全身に塗って、で舐めてって言われて、龍太郎はーって言って逃げたらしいです。全部お、ホテルからブワーって走って逃げた。それがすかそれ人生で一番怖かったって。怖いすかそれ。そうだから満足させれなかったら、人生もどっかの部族ですかそれ。どっかの部族じゃないですかそれ。そういうのが好きだったらしい。なんかすごい
階段、呪術つなぎじゃないですか。階段じゃ呪術つなぎ。呪術つなぎ階段。呪術つなぎ階段じゃないですか。やだー。アミちゃん、じゃあ次、こもう最初に私始めたじゃないですか。もう、もう一緒は無理だよ。どういう性癖なの。一気だよ、それ。いや、これ、同じ状況だったら多分戻してるな。怖っ。うわ。怖いでしょ。怖いですけど気持ち悪いんだ階段。気持ち悪い。確かに。だって五郎さんがなんか夏目さんのかあの話終わった後に聞いたのも気持ち悪かったしすごく。言う必要ないことだから。そこが重要ですみたいな。そこが重要っていうのが気持ち悪かった。気持ち悪かったすごく。誰が一番嫌いなんじゃ。五郎さん。D さんよりも嫌われてますよ、うん、D 君よりも嫌われてますよ、うん、いや D さんの方がでも夏目さんが話してる時に私の頭の中は D さんでこう再生されるわけじゃないですかムービーがそれがちょっとなんか、うん、ちょっとなんかちょっとあれでしたけどD さんでね D さんで再生されるからどうだろう D さんが出てくるゲスの極みですね本当に、うん、本当にゲス極だなマジでいや怖いな本当に今度これで出ようかな気持ち悪いですね。でもそんなの見たらめちゃくちゃ気持ち悪かった本当に。世の中本当にいろんな人がいるんですね。いいね確かに。なんかひょうきんな話なんですけど、これ俺よりもてかめちゃくちゃお化け見える人に聞いたんですけど、はい、だから自己物件でに引っ越した女の人がいて、その女の人がでも自己物件なんですけど、あのその人に向かって。あのいや自己物件なんですけどお隣さん家族で住んでてすごいもうめっちゃいい人たち でもう片方もカップルで住んでてでも本当になんでここ自己物件なんだろうっていう風なぐらいもうめちゃくちゃいいところなんですよねって首吊って死んだ後に言ってたらしいですどういうことで死んでからそういう風に言ってたんだってねお化け見えるからその人あそういうことかお化けがって言ってたからそう亡くなってからみんないい人たちですよって言ってたらしいよ面白いっていうひょうきんなひょうきんじゃないですよ全然ゴリゴリおもおもですよ面白いそれ面白いきつきつきつ短くていい話でしょ短くてきつい話ですよ1分ぐらいのレイからのおすすめ物件の話おすすめ物件、はい、怖っそう、これはいいですね、みんなの近くにありますよやだなハッピーターン美味しいよねなんかめっちゃ久しぶりに食べますハッピーターン普通のご飯が食べたくなってきちゃったどうぞなんか私スナックこう見えてすごい食べないんですよびっくりしたはいまあそんなこんなでそんなこんなでせーのこのチャンネルが、ちょっとわかんないんで言ってくれてないから。じゃあ私が言いますね。はい。はい、このチャンネルが面白かったら、チャンネル登録、高評価、お願いします。お願いします。コメントもお待ちしてます。バイバーイ。こんな感じ。どうぞ。